三代目、桂あやめは、兵庫県神戸市兵庫区出身の女性落語家。吉本クリエイティブエージェンシー所属。情報落語協会、情報落語協会作動部、学者会会員。出林は、勝負よくいい。宿川学院高校中退。本名、エリアユカ。寄せ林三味線方の林や和女は、実施。五代目林家小染は義系。東大、 林や染八めは老い。血蜜柏は、桂文江一門の縄文である。中学校2年生の時、課外授業、情報落語鑑賞で落語に夢中になり、五代目、桂文江のオリジナル T シャツを作成し、落語会に来ていくなど、追っかけをしていた。五代目文ミによると、夏場に浴衣を着て、MBS テレビの素人名人会の公開収録を参観、番組の慣例だった。 客先飛び入りに名乗り出て、落語を演じたことがあったという。将軍枝に入門を志願したところ車の免許がないことを理由に断られたため、合宿にて2週間後に取得、1982年6月5日に入門を許されて、桂花江を名乗る。五代目文江によると免許の話は断るための口実であったが、本当に取得してきたためで仕入りを認めざるを得なかった。 初講座は1982年11月京都、たこやくしの桂文太の会。当時女流花しかが珍しかったため、その音源が録音されている。花江時代は、愛称は、花ちゃん。入門当時は何をやっても受けず、悩んだ挙句女性が女性を演じる創作落語に転じ、これにより、セールスウーマン、営業一家の高田くん、コンパ大作戦などが生まれた。 五代目文江は古典落語には無理があると考え、お前なりの何かを考えてやった方がええのとちゃうかなぁ、と助言したと記している。二十四歳で釣り好きの四歳年上の照明義士と結婚するも三年目で離婚した。将軍上田は当初から結婚は長続きしないと考えており、お前、別れるでと話していたという。年月日、 スナックママ連続殺人事件の指名手配被疑者が隣人を装って部屋に侵入、首を絞められ、現金14万円を奪われた。しかし、彼女の通報により、被疑者逮捕に至った。昇文上田によると、警察の事情聴取には、非常に応じていたが、その後、経緯を報告すべく、死傷宅に電話を入れ、死の声を聞いた途端に泣き崩れてしまったという。 5日後の1月10日、当時、雇われママをしていたスナック、話で店内に置いてあった、現金3万5千円が盗難され、再度マスコミの話題になった。1992年4月に、桂ツラアへの襲名が、桂ツラと小文枝の相談によって決定したが、前期のスナックママ連続殺人事件の影響で、実際の襲名は、約2年遅れ。 1994年6月6日に三代目、桂綾ラを襲名する。綾ヤメは、将軍枝の入門当時の講座名で、高校時代から憧れていた。1995年1月17日の阪神、淡路大震災で母親を亡くすも、気丈に講座を務めた。その当時の状況は、後に出演した、徹子の部屋で語られた。体調を崩した父を、 自分のアパートに引き取って、面倒を見た。1999年、林家染着との音力漫才コンビ、姉様キングスを結成。2002年に38歳で、第一子となる女児を出産し、シングルマザーとなる。父親の名前は公表していない。2003年からは、大阪府大阪市天皇区にミニホール、茶臼山舞台を開いていた。平常後は、 あやめ自身が開催する落語会や公演の連絡先となっている。2009年には、彦八祭りの実行委員長を務めた。それに伴い、短編映画、あなたのためならどこまでも、を撮影し、祭りで公開した。2012年、宇つみ映画、めぐまりこ、コッコ、ワンダフルヨシエ、春の稽古、家具屋バチスト・オ田タとともに、女芸人キャバレーナイトを結成。 同年1月より、毎月最終月曜日に、都合の合うメンバーが数名集まり、ステージショーを公演。さらに同年のその後、映画及び、マリコと共に、音曲漫才、トリオ、お嬢さん図も立ち上げる。2012年、林家花丸、小福亭盛況、林家染めと共に、花か宝塚を立ち上げる。芸名は、大阪夕日。 2014年には髪の毛を金髪にした。2018年にオープンした神戸新海地、気楽館のロゴの青枠の中の N の上の赤いマークはあやめによるイラストで、座布団の上で笑う人を怒り形に似せて描いた。時事問題を扱うあやめジャーナル、新作落語のネタ卸ろし中心のできちゃった落語、など、積極的に落語会を主催している。 一時期 SM 大喜利というイベントを行っていた。講座で SM のコスチュームで悪い答えには膝の上にブロックを置く過酷なルールだった。漫才コンビのロザンと共に、あやめ、ロザンのアンテナという名前のトークイベントを開催していた。ラジオ番組、ラジオ吉本むっちゃ元気。がきっかけで、丸虫商店の磯部君彦と島島安まの4人で、おせちというユニットバンドを組み、 自作の曲でライブを行っていたことがある。あやめは、ボーカルとアコーディオンを担当した。スナックママ連続殺人事件被害が、きっかけとなり、防犯催涙スプレーの、通信販売広告キャラクターを務めた。クモグッズコレクター。実施が、林家和女、義兄が五代目、林家こそめ、自身が、かつらあやめ、と偶然とはいえ最後に、目がつく名前であることに、 本人はこだわりを持っている胸を芸人仲間にも語っている。それゆえで死にもサロメと命名し、統一を図ったという。神戸新聞ネクスト2015年1月20日、AB カツラやめ情報落語加盟館、ABCDF5 e 代目、カツラフミエ2011、ピアニッシモ230-237、ム230ツ英語の漫画に影響されて、24歳で、 結婚すると決めていた。吉川牛を待ってました。花形落語家、たっぷり語る新潮社、2011年12月30日、189から190ページ。相葉秋を92-93年情報演芸日誌、公文出版、1994年4月1日、137ページ。落語家が宝塚歌劇を演じる。 花しか宝塚に、この花坂という芸名で出演している。2012年12月31日には初めて、メンバー8名が全員揃って出演した。なお、この時は、そのごたの落語家も加わって、年越しオールナイト落語会へと続いた。かつて大阪で活動していた鳥を、上三図のパロディ。松本住子。目玉愛嬌たっぷり、神戸新海地。 気楽館のロゴ誕生。神戸新聞 NEXT https。https://www.kob-np.co.jp ススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ2 0 1 8 a 6スラッシュ0011333569と SHTML2018 年 8, 8月3日閲覧文化功労者表彰。神戸市。 2018年12月5日閲覧、ありがとうございます。